やってるね。どうもじゃーん。自由でいいじゃん。ディップを楽しむ新感覚ピザ、ハットメルツピザハット。この度ピザハットのアンバサダーに加わりました水曜日のカンパネラの歌派です。よっ、やったー。平均年齢がぐっと若くなりましたね。本当個性のね強いお二人に囲まれてこのような空間参加できた。俺ですか。え、強すぎますよ。そうです。あんま時間がないんです。すみません。もいると思いますよ。二人とも家に鏡がないもんね。時間つかなくてね。本当嬉しいです。ありがとうございます。本当にあのローラーをバーってやることって日常でなかなかないからこそこういう機会でできてすごい楽しかったですし、やっぱ好きな色をねベッタベタに塗っていい快感というか、これ良かったですね。あれだってね、家でやったらスキンに変えてこないやばいですね。もう重っ。食べました、いただきました。あのバカうまいやつですね。すげえうまかったですね。美味しかったですね。本当にたまらなかった。うまい、めっちゃうまい。単体でもうまいのに味変もできるからね。味変もできるっていうのが美味しさ2倍で良かったですね。あ、いいっすか。いただきます。私トマト。あ、トマト、はい。アボカドトマトでいきたいですね。あ、今ずっと考えてた。ちょっとわかりますか。じゃあ私はトマトですかね。あれ、いきますね。やっぱりね、この体の色に合わせてね。スタート。おー、もう今回のハットメルズも今までお一人様用のピザね、ボックスのやつ結構あったんですけど、はいはい、その中でまた新しい新規軸というか、スケッチマウっていう、ね、そう、これ新しいですよね。あれ、そうでなかった ね。ぜひ皆さんも、一度と言わず、ピザサンド、まあこう15回ぐらい食べていただければと思います。そうですね、いっぱい食べてくださいね。お願いします。お願いします。はい、チームの方、皆さんどうでしたでしょうか。今回のディップして食べるピザっていうのも今まで私の中ではアイデアがなかったものなので、みんなにね新しいものをたくさん食べていただきたいですし、今回のチームを通してねピザハットの良さだったりとか私の良さもさらに伝わったら嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。